皆さんこんにちは、ズボラのトレーナー深井です。痩せない方はリラックスしてないから寝つきが悪くて睡眠の質が悪いから朝すっきり起きれないんです。そんな方向けに原因を解説しながらストレッチを一緒にやっていきましょう。まずは右肘を床につきます。左手万歳しましょう。左の脇腹、脇の下、背中のあたり伸ばしてます。しっかりとこの動画では息を吐くことを意識しましょう。ゆっくり息を吐き切るイメージです。脇腹、脇の下あたりが伸びてれば OK です。もう一回吸って吐いて、こう息を細く吐き切るイメージです。よし、OK です。反対、左肘を床について右手を万歳していきましょう。右の脇腹、脇の下、背中あたりをストレッチしています。しっかり息を吐きましょう。大前提として睡眠時間が短いとかなり痩せづらいことは覚えておいてください。なぜかというと、睡眠不足だとホルモンバランスが崩れるので、イメージとしてはずっと女の子の日のような状態で食欲が止まらなかったりします。僕の知り合いのプロボクサーにも聞いたんですけど、減量中はしっかり睡眠を多めにとるらしいです。そうすることで寝てる間はお腹空いたりしないので食欲を抑えたりもできます。よし、 OK です。次、お尻のストレッチ、右足を左こっちに持っていきましょう。で、この足をお腹にぐーっとつけましょう。右のお尻が伸びてます。頭を上から引っ張られてるイメージでぐっと姿勢を正すといいと思います。お尻が伸びてれば OK です。呼吸は細くふーっとしっかり吐き切る。もう一回大きく吸ってしっかり吐く。しっかり吐きましょう。寝つきが悪い人はリラックスをできていない可能性がすごく高いです。解説しながらやっていきますね。OK です。次は左足を右こっちに持ってきて、この左足お腹にぐーっとつけます。なるべく胸を張って、左のお尻伸びてる感覚あれば OK です。でリラックスできない原因は、ストレスとかいろいろあるんですが、そのリラックスするために息を吐くってことがすごく大切です。一番わかりやすい例で言うと、皆さんため息ってつくことありますか？はぁーって疲れた時とかつきますよね。この息を吐くことにすごくリラックス効果があるんです。だからため息の時にはっって吸わないですよね。吐くことにリラックス効果があるので、しっかり吐きましょう。よし、 OK です。次はあぐらの状態で左手を後ろに回します。右手でこんな感じで手を添えて首を右に倒してきます。左の首、ここを伸ばしてます。でいまいち伸び感がない方はちょっと斜め前に倒してみたりとか、もしくはね、もう少し強めに負荷をかけたりとか、自分が伸びる位置を探してみましょう。しっかり呼吸を吐き切る。首は細い筋肉がたくさんついているので、痛めないようにあまり強くやりすぎないようにしましょう。しっかり吐き切る。よし、 OK です。反対に行きましょう。右手を後ろに回して左手で首を持ちます。右の首、ここが伸びてれば OK です。しっかり呼吸を吐き切るようにしましょう。息を吐くってことは、睡眠の質が悪くて
こういまいちね朝すっきり起きれない方にもすごい効果的です。なぜかというと、人が深い眠りにつけるかどうかっていうのは最初の3時間が鍵なんですね。その3時間が一番深い眠りに入れるんです。だからリラックスした状態で眠りに入るっていうのはすごく大切です。 OK です。次、右足を伸ばします。できる限り股関節開いて前に体を倒しましょう。右の内ももをストレッチかけてます。こうつま先が前に倒れちゃうといまいち伸びないので、なるべくできる限りでいいので上向けておきましょう。体は真正面に倒す。右の内ももをストレッチかけています。ふう、大切なのは内ももが伸びている感覚と、しっかり息を細くはっきり目地口を尖らせてふーっと吐くのが僕個人的にはねおすすめです。なるべくつま先は上向けておきましょう。 OK です。足逆に入れ替えましょう。左足を伸ばしてなるべくつま先上向けて体を前に倒します。ふー、これ今回の動画はこうやって伸びた状態をキープするっていう種目を多めにしています。なぜかというと、足パカとか、あと例えばいつもやってるお尻を持ち上げる運動とかはどっちかっていうと、運動エクササイズのイメージなので、どっちかっていうと心拍が上がるというかリラックス効果という意味では薄いので、そのためリラックスに特化した動画にするためにキープしてしっかり呼吸ができるっていう構成にしています。よし、 OK です。次は頭の後ろで手を組んで、このままぐーっと背中を丸めましょう。わざと猫背を作るイメージです。首の後ろ、肩甲骨のあたり伸びてれば OK です。これもあまり強くやりすぎると首に負担がかかりすぎるので、伸びてるな、痛気持ちいいなぐらいでしっかり息を吐きましょう。猫背を作りましょう。もう一回吸ってしっかり吐きましょう。背中、腰を丸めるイメージです。腰が硬い方は腰のあたりまで伸びる感覚があると思います。 OK です。次はもう一度右足伸ばして股関節を開いたら、右足の方に向かって体を倒していきます。右の膝の裏、裏ももが伸びてると思います。余裕がある人はつま先を手でつかみましょう。ふぅ、膝の裏、ふくらはぎ、裏ももが伸びてれば OK です。もちろんきつい人は膝つか、つま先つかまずにこんな感じでも大丈夫です。ふぅ、なるべく膝を曲げてほしくないので空いてる手で膝を軽く押さえてしっかり膝が伸びるようにやってみましょう。呼吸は止めないでしっかり細く吐き切るイメージです。 OK です。逆足いきましょう。左足を伸ばしてなるべく股関節を開いたら、左足の方に向かって体を倒していきます。ふくらはぎ、膝の裏、裏ももが伸びてれば OK。 余裕があればつま先掴んじゃいましょう。ふーっと息を吐き切りましょう。この動画は寝る直前にやることがおすすめなんですが、もちろん寝る直前以外でも OK です。例えば家事で疲れて日中リラックスしたいなって時とか、もう仕事がね忙しくてすごい疲れてる時とか、リラックスしたいなって瞬間にぜひやってみてください。呼吸をしっかり吐いて、よし、 OK です。次は手を鎖骨の下あたりに
を添えて軽く押さえましょう。そのまま真上を向きます。首の前面が伸びれば OK です。横からお見せします。こんな感じです。あまり猫背にならない方が良いと思います。余裕があれば顎をぐーっと上に向かって持ち上げてみましょう。痛みがある方は痛みがない範囲でやった方が良いと思います。首の前側が伸びていれば OK です。しっかり息を吐き切りましょう。 OK です。次はこの状態作りましょう。右足の裏をしっかり床につけて前に重心をグッとかけましょう。右のふくらはぎ下の方ですね、伸びてれば OK。 あまり伸び感がない方はちょっとお尻浮かせて前に体重かけると良いと思います。ふくらはぎが伸びてれば OK です。この時どうしても肩に力入っちゃう方が多いので肩は力を抜いておきましょう。呼吸はしっかり細く吐き切りましょう。体重はちょっと前にかけておくイメージです。よし、 OK です。反対側行きましょう。左足の裏をしっかり床につけて前に体重をぐーっとかけます。ふくらはぎの下の方が伸びてればそれで OK です。いまいち伸びない方ちょっとお尻持ち上げて前に体重をかけてみましょう。かかとが床から浮いちゃうと伸びないのでかかとはしっかり床につけておきましょう。あとはつま先は正面向けておくと伸びやすいです。肩に力を入れずしっかり吐き切りましょう。よし、 OK です。では次はあぐらの状態を作っていただいて手のひらを横にぐーっと広げます。ちょっと上向くぐらいのイメージですね。この状態で何度か深呼吸しましょう。痛みがない範囲で手はぐーっと広げて胸を張るイメージです。こう胸の筋肉とか力こぶの筋肉、あとは首の前の筋肉も伸ばすイメージです。猫背の人はねこれだけでも結構きついと思います。呼吸は止めないでしっかり吐き切りましょう。最後もう一回吸ってしっかり吐き切りましょう。よし、 OK です。次は開脚しましょう。こう無理のない範囲で開けるところまで開きましょう。でそのまま少し体を前に倒して内もも伸びてれば OK です。本当は僕がちょっとお手本見せれればいいんですが硬いのでこれぐらいで限界です。なのでね、硬い方ぜひ一緒に頑張って柔らかくなりましょう。余裕があればね、もっと開いてもっと前に倒れてもいいと思います。なるべくこうつま先を真上向けておいた方が効果的です。呼吸はしっかり吐き切りましょう。背中のストレッチをしておしまいにします。手で足の裏こんな感じで掴みましょう。膝曲がってても大丈夫です。で足の裏で手をぐーっと押すイメージです。足の裏掴めないよって方はもっと膝曲げても大丈夫です。足の裏を使って手を押すことによって背中をストレッチかけてます。しっかり呼吸吐き切りましょう。
ぜひ寝る前にこの動画をやって、翌日寝起きが良かったかとか、あのね、寝つきが良かったかとか、ぜひコメント欄で聞かせていただけると嬉しいです。よし、 OK です。今日もお疲れ様でした。もしこの動画の内容が良かったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。僕と一緒にこれからも頑張りましょう。